こんばんは、エブリバディノーズ DJ の東雄一郎です。今週はまたちょっとですね、マークシティの生放送スタジオから飛び出しまして、今日はちょうど7月の13日の火曜日、梅雨明け記念ということですね。梅雨が明けました。梅雨があったようななかったような、チャリンクライダーの僕としては梅雨がない方が行動しやすいんで、交通費削減で非常にいい梅雨だったなと思うんですけども、今日はもうね、そうは言いながらもあんまり夏バテたなって感じなんですけど、すでにですね、もう35度ぐらいはこう都心超えてる、それでなぜどこに来てるのかというとですね、六本木に来てます脈絡のないこう定点観測シリーズなんですけども、この前は、お台場のレインボーブリッジ渡ってみたいな、ところでですね、無駄な行動をしたり、今日はですね、まあ、夏休み近い、そして熱中症に皆さん、今年の皆さん絶対なるでしょうということで、熱中時代、そして、もう何言ってるか分からなくなってきましたけど夏休み、六本木ヒルズ最新情報ということですね僕たちが六本木ヒルズに、音で、旅をして、六本木ヒルズの見どころを皆さんにお伝えするっていうですね、非常にインチキな、まあ、六本木会話を歩こうかなっていう、そういう会になってるわけなんですけども、今、あそこは六本木警察、麻布警察、和田さんが捕まった麻布警察、和田さんもめでたく休憩15年を受けましたらしいですけど、そんな麻布警察を抜けてですね、六本木ヒルズの入り口のところまで今のんびり、六本木通り沿いを歩いてるっていうわけなんですけども、いや今日はまあ夏休み直前ということでね、まだそんなに観光客の人とかは来てないと思うんですけども、昼間どういう風になってるか、まあ、ほとんどがおのぼりさんみたいな感じなんでしょうな、まあ、一緒に今今日回ってるスタッフね、田中君は六本木ヒルズスーパー、アドバイザーですからね何回か来てますから、僕はちゃんとここ遊びに来た記憶がないですからね、こんなところでですね、真夏の六本木ヒルズ、どんな音が拾えるか、そしてどんな人と出会うか、金持ちが威張った姿をたくさん見るのか、そんな中で、1時間お届けしようかと思います。最新映画情報も今日はご紹介しようと思います。それでは今夜も60分間駆け抜ける番組でトークパート。
今夜のエブリバディノーズは街の定点観測シリーズ六本木周辺というか、まあ、六本木ヒルズに来てますけれども、今あの六本木ヒルズ六本木通りのところからね上がってきてエスカレーター上がって、これはメインのオフィスタワーの、これはちょうど2階ぐらい、2階になるんですね、2階のところにですね上がってきて、まあ、ちょっとこうなんだろう、公園じゃないよね。公園じゃないけど、今我々がいるのはタランチュラの卵の下、これ なんか名称あるんでしょうねこれね、1,2,3,4,5,6,7,8 本足のタランチュラの下のですね、を、まあ、木陰に しながらですね、街行く人たちをこう眺めてる感じなんですけども、どうなんでしょうね、ここはね、まあ、基本的にオフィスビルなんで仕事に行く人が半分と、お台場と同じように今目の前に来てますけどもね、お台場現象ですね、中高年の人たちのこう六本木ヒルズ観光でタランチュラだぞ、ほらあれ雲の下卵、ああ卵がっていう今解説を、ね、してらっしゃるみたいですけどもね、卵あら珍しいよ、それは珍しいよね、こんなだってこんなタランチュラをさねオブジェにしてっていう発想があんまないですもんね、で、まあ、ここから六本木ヒルズの中はだいたいあれですか、あそっか、ライブドアの社長の、会社もあるんでしたっけ、そうだよ、うん、38回うん、あいつのなんだっけ社長の名前そしてあと大きな恵みのね、あのサイバーなんとかもあれのが22回で、まあ、仲間同士だなんつってやってましたけどね、本当にインチキ臭いんだよねここは、6分でずーね、そんなとこでなんかまあなんだすごい都会っちゃ本当都会なんですけど、でも10年後とかはここどうなってるんでしょうね、10年後にこのタランチュラの下で恋人同士が会うっていうそういう約束とかした人いないのかなと思っていたらね、いいよなと思いながらですね、まあ、今日はあの梅雨明けで、すごい暑い中でですね待てながらのこう定点観測なんですけども、夏に定点観測やったことないですからバテますね、今まで過去やってないですもんね、夏はね、いつも冬とか春とか秋とか夏以外の日ばっかりだったんでね、街は、サイレンが鳴って騒いでいます、熱中症の人がたくさん倒れてます今日も、それじゃあ今日は涼しい音楽をかけながら、まあね、土曜日もきっと暑い、夜放送のこの時間帯だと思いますけども、今夜のエブリバディのザ六本木ヒルズから定点観測シリーズをお届けしております。行かないやんばるぬかりきしまやてんよ、いもりもりさとめじんとよはなやさちょうさ、じんとよはなやさちょうさ、
蔵がいることにやんばるにチャリバよ。ぬやまはかわかとじんとよながみちゅらさ。じんとよながみちゅらさ。人とよ花んさ調査。無比ぬむぬぐさぬ緑ますくるやよ。わみんとしぐるぬじんとよはなんさちょさ。じんとよはなんさちょさ。やまぐににゆうてんまちがたにゆうてんよ。きむむちでいち、じんとよ、みなり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 でいち。ウエストウォークという入り口、2階からですね、あ、今回転扉入りました。あー、回る、なんとか回ってですね、あの話題の回転扉をくぐり抜けてですね、まあ、本当は自動ドアなんですけど、中に入ってまいりますと、外がうどるような暑さで、中が非常な涼しさというですね、都会のこうコントラスト、素晴らしいですね。キャプテンジョージがいましたね、今ね。こっちですよ。キャプテンジョージがね、DJ として僕のライバルでしたからね。なんとかに、あの日本人のやつでしたよね、なんだっけ。本当にいいのか、なんだっけ。うん、これでいいのか、日本人だっけ。に、外人役で出てましたからね、キャプテンジョージ。キャプテンジョージはね、よく見るんですよ。恵比寿のツタヤでね、止めちゃいけない駐車エリアに車止めてたりとかですね、何回も遭遇する、一回も喋ったことないんですけどね、これだけすれ違う人っていうのは何か縁があるんでしょうかね。そう思いながら、このウエストウォークのショッピングモールといっても、これはブランド品ばっかりなんで、セールと書いてあってもね、どのレベルで安いのか分かんないし、まあ、女性もののブランドものですからね。打たせだけありますね。なんだこれ、線のような、先ではないですね。が、滝となっていますけども、こ
なんかブランド知ってるとこあります？全然知らないんですけど。女性普通に有名なんですか、女性ものとしては。見たことないのばっかり。海外もないです。海外もの。しかもこれだけ店を大っぴらに開いてても 50%、70% オフにしてても売上を立つのかなっていう、そういう心配しますよね。まあ、人が入ってるとこは入ってるっていうね。カジュアルな、なんかその例えばお台場のパレットタウンみたいな、ああいうのとかないんですかね。あまりない。六本木ヒルズスーパーナビゲーターの田中君にちょっと。いや、ないんじゃないですか。で、まあ、そのショッピングモール、我々と全く関係ないショッピングモール抜けて、これからどこに、映画館の方に、映画館は、シネマと書いてありますけども、バージンシネマズとかでしたっけ。そうですね、バージンシネマズに行って、バージンシネマズではやらない映画をちょっとご紹介しようと思います。本当にひねくれてるな。そしてまた、あー、回転扉で、回転扉からまた出てまいりました。どうでしょうね、本当。この、もともとこの六本木ヒルズのところはね、六本木ウェーブがあったりだとか、割とちょっと六本木の裏側のちょっと下町ではないですけども、そういう匂いを残したような部分があったんですけども、そしてこの六本木の中の六本木ヒルズできるときに、港区のコミュニティ FM が六本木 FM っていうのができるっていう噂があったんですけど、23区には、東京23区には、まあ、僕はここで渋谷 FM で喋ってますけども、これ以上は電波振り当てる、ることができないので、なくなってしまったっていうことで、まあ、幻の六本木 FM っていうのがあったかもしれないというですね、そんなことがありましたが、これからじゃあバージンシネマズの前に行きますか。通気口からは熱風が出てます。そして、実はこの六本木ヒルズにの今僕ら登ってる階段、これ僕が作った階段ですから。2年前、2002年の年末ぐらいですね、この六本木ヒルズのこの石、石材屋の手伝いでバイトをしたことがあって、まあきつかったよ。この階段に、この今僕らが渡ってる石を運んで、その石屋がまあ作業しやすいように、こういう風になってたんだ。なるほどね。出来上がらないと分かんないし、でそのバージンシネマズの前のこの水、これ池みたいなとこ汚れてますね、これね。掃除した方がいいですね、これね。かなりね、赤ちゃけちゃって、もうこれも10年後どうなるかもすごい見えますね、これね。じゃあバージンシネマズ中にこれ入れないのか。中はちょっときついか。入れないね、うん、券を買わない、映画見ないと入れないんで、というところでちょっとブレイクで皆さんも曲をお聴きください。疲れたよ本当に。
今夜のエブリバディノーズは六本木ヒルズ定点観測に来てますけれども、六本木ヒルズの、まあ、中バージンシネマツのところで映画紹介しようと思ったんですけど、まあ、ちょっとつまんないなってことですね。ずっと坂を降りてきて、これはどのあたりになるんですかね。欅坂、欅坂というところ、スターバックスのところですね。ちょっと世代ジュースに行ったりするんですけども、道行く人は結構外人の人が多いですね。蔦屋があって、この蔦屋はあんまり初めてですね、来たのは。なんかここの一角はですね、ちょっと前までは何だろう、全然印象にないような街なんですけども、すっかり本当外国のような、気分にさせられます。でも我々のこう外のですね、テラスのベンチのそばには鳩がいっぱい臨戦態勢でですね、さっきからもう何羽も何羽も集まってきちゃって、餌もやんないのに。というところで、初めてではないでしょうか、エブリバディノーズおすすめ映画情報
まあ、あの4月5月ぐらいから僕はちょっと、暇を持て余している時に結構被写会とかに行ってたんですけども、その中で、本日7月17日から渋谷のですねシアターイメージフォーラムで公開されるゲートトゥヘブンという映画をご紹介しようかなと思います。まあ映画の紹介とかってね、どこまでどういうふうにやったらいいのかって、まあ音楽とちょっと違うんであれなんですけども、まあ、これはねちょっと夏に、現実的でありながらも夢を見れる、映画というところで、ドイツのね空港がフランクフルト空港っていうのが舞台になっているんですけれども、まあそこでのまあ日本だとちょっと理解、しがたいと思うんですけど、不法入国者っていうのがいるわけじゃないですか。ドイツだと特に、なんだろう、不法入国して仕事をしようとする移民の人がたくさんいるわけですね。でそのドイツのフランクフルトにいろんな外国から来る、まあ、アフリカの方から来る、ロシアの方から来る、インドの方から来る、仕事を求めてやってくる。でそこで、集まってきた人たちが、まあ、不法入国で、捕まりかけてしまったりするわけなんですけども、それを逃れて、まあ、下働きするわけですね。空港の清掃婦とか、そしてまあ食堂だとか、まあ、その他諸々の、まあ、肉体労働をしたりなんか、するわけですけども、そこで、まあ、出会ったロシア人のある男と、インド人のある女の子、この子はシャーデスになりたい女の子の、まあ、こういう物語になってるわけなんですけども、まあ、その空港の裏側ってなかなかみんな見れないじゃないですか。でその空港のこう裏舞台が、まあこんな風になってるんだ、羽田空港はどうなんだろうなんて、まあ、全然違うと思うんですけど、思いながら、見れるというのが面白いのと、やはり、まあ、空を飛び立たない空港の物語、というところで、まあ、空港の、ね地下見学ツアーに出たような気分になれるかなというところでですね、まあ、結局この映画はまあすごいハッピーエンドで終わるんですけども、まあ、こういうハッピーエンドの映画もたまにはちょっと夢見る感じでいいんじゃないのかなと思いながら、どこにもこの夏に行けそうもないなっていう人はですね、旅立つ前の、飛行場の物語を見て、楽しんでもらえるといいんじゃないかなと思いますけれども、この映画のね監督はファイト・ヘルマー監督という方で、僕は全然知りません長編のデビュー作ツバルで、時間も空間も超越した不思議の国を描き我々を圧倒した監督というんですが、まあ、監督というよりかはこの発想ですね、飛行場、うん、まあ、日本でこの飛行場のこういう物語やるとね、スチャーデス物語だとかああいう風にすごいベタベタなダサラさになっちゃうんですけども、このファイト・ヘルマー監督というのもちゃんとそういうの辺を心を受けていて、もし空港の舞台をするんだったらスチャーデスとかパイロットの物語は しないと、そこを僕はすごく共感したんですけども、だからそのなんだろう、行く当てのない、要は不法入国のね、密入国者たちですよ。パイロットを夢見るロシア人少年、青年と、そして、シャーデスを夢見るインド人の女の子。まあ、これを見てですね、ああ、インド人の女の子かわいいなと思いながら、恋しそうになりましたけどもね。本当かよ。インド人、でもインド人も綺麗な人綺麗なんだなと思いながら、このインド人のニーシャという、役をやってる女の子はですね、まあこの役柄の中では、そんな恵まれない、ポジションにいるわけなんですけども、こういう映画に出たりしてるっていう部分ではやっぱり品のいい顔をしてるインド人特権階級の顔をしてるんじゃないのかなと私は思いましたね。インド人はすっごいもうやっぱり、その辺がはっきり分かれてますからね。そんなところで一曲、じゃあそのサウンドトラックの中からですね、音を、お聞かせしようかなという感じですけども、まあなんだろう、特徴的なサウンドトラックっていうか、なんか映画をまあうまくリンクしたようなですね、まあそのインドテイストの曲、楽曲があったりだとか、非常に1枚ちゃんと聴いてると気持ちのいいアルバムになってます。まあ、ちなみにこのゲートトゥーヘブンのですね、サウンドトラックは、宿敵、サドとのポップビズ、分かんないか、ポップビズ分かんないな、ポップビズっていうねディストリビューター輸入版のがあるんですよ。エブリバディーノーズの初期の頃にですね、来てたこう、イスラエル人のサドトというですね、人がやってる会社でこのサンドトラック出てるっていう、なかなか最近ポップビズの作品は
にお目にかかることなかったんで懐かしいなというところですね。これも何かの因果かなと思いながらですね、映画はちゃんともう一度ちゃんとこの映画ね、ご紹介しましょう。ゲートトゥヘブン、渋谷から宮本坂上がって、先右手に入る、まあ、小さいところなんですけどもね、シアターイメージフォーラムで、4月17日今日から、夢に向かってテイクオフということらしいですよ。このファイト・ヘルマー監督の短編作品も同時上映しているようで、サプライズ、メトフキの男、愛の旅、エッフェル塔みたいなものも短編も、まあ、日替わりで、週替わりだ、上映しているということなので、ぜひこれはまあなんかデートとかでいいなと思います。うん、シアターイメージフォーラム、ゲートトゥヘブン、以上インチキ映画紹介の、コーナーでした。じゃあサウンドトラックから1曲、まあ、曲名っていうよりかはまあ音を聴いてください。今夜のエブリバディノーズは六本木ヒルズ周辺から街の定点観測シリーズをお送りしております。
はい、いかがでしたでしょうか、ミニ映画紹介なんかもやりまして、いろいろ新機軸登場の今夜のブリバディローズですけども、定点観測シリーズ六本木ヒルズに来てまして、我々は今度後半も最後はですね、六本木ヒルズの真ん中の毛利庭園というこの人工的な、非常に人工的なここはあたかもずいぶん前からいい庭があったなって感じなんですけど、僕はこ の, あの庭が丸裸の時見てますからね本当に何もなく、ここに水が張ってなく、冬寒いところに、薄い氷が張っていて、ましてやあのカルガモなんかもいなくて、ね、カルガモ中継なんてやってますけども、そのカルガモも今見たらでかくなってね、親子じゃない、親子っていうか別にみんなも成長しちゃってますからね、あの鳥の成長って本当早いんですね。でこのまま水辺のところにいますが、今日はすごい梅雨明けの日なんですけども、なんだろう、多分各地で、ね、熱中症でご老人がたくさんバタバタ倒れてる一日じゃないかなと思うんですけども、風がないからね、ただここはまあビルの合間で日陰になっているところなんで、多少はそのなんだろう、照り返しみたいなのをこうしのげますけれども、あ、子供もいますね、回転飛びに注意ですよ危ないですからね。回転扉以外でも多分本当こういう場所っていうのは子供にとって結構まあ危ない場所なんじゃないかなと思いませんか。エレベーターだったり、なんだろうね、危険がいっぱいだと思いますよ。別に、まあ、たまたまあの回転扉の事件はありましたけれども、それ以外のところでも絶対危ない場所ってね、子供が転んじゃったりなんかするような場所はあると思うんですよね。で、六本木ヒルズいろいろ歩いて気がついたことはですね、意外と警備が甘いんじゃないかなと、ね、警備、まあ、もうバイトだろお前っていう警備の人しかいないので、なんかそういうセキュリティのスペシャリストっていう感じはないので、まあ、何かことは起こせると思いますね、やりませんけど、そのなんか脇が甘いんじゃないかなっていうところはあるでしょうね、そんなところでですね、この夏でもどういうふうに楽しむんだろう、このやっぱり、まあ、その映画館かレストラン、そして美術館と展望台ですか、その辺を楽しむって感じなんですかね、ここに来たら。あとはまあ、芸能人に会えるかもしれないとか、そういうところはねありますよね。今我々そのテレビ朝日の局舎の、新しい局舎の前でなんか騒いでましたね、喋ってるわけなんですけども、こんなとこで、まあでもバージンシネマズっていうのは結構夜中まで、週末はオールナイトでやってるんですか。そうそう、週末はオールナイトでやってるんで、いつかまあ椅子とかも座り心地いいらしいんでね、体験してみたいなと思いますけれども、さあじゃあのんびり涼しくなってきたところで、今日は本当涼しい音楽だけかけようね、まだかけるやつ決めてませんけども、今夜のエブリバディノーズは街の定点観測シリーズ六本木ヒルズ周辺からお届けしてます。今はとりあえず毛利庭園からですねお届けしました
ということで、今夜のエブリバディノーズ松戸全天観測シリーズ、六本木ヒルズ周辺、お届けしましたが、最後はですね、毛利庭園からまた歩いてきて、涼しい音のあるところへというところで、2階のエントランスのところに、なんだろう、壁がまあガラスになってて、そこ自体に水が伝わって降りてくるというような、なんかまあモニュメントみたいなですね、ありますね。ここの前でお届けしてるわけなんですけども、今日一日でどうでしょう、昼間っていうところもあったんで、のんびりムードと、そしてね、今日は最高に東京、今までで暑い日になってると思うんで、その中で、少しでも涼を求めてというか、気持ちのいい音のある方向に、行ったわけなんですけども、これから皆さんもね、夏に入って、本格的にいろいろ出かけたりすると思いますけれども、身近なこの六本木ヒルズみたいなところもね、夜、涼みがてら、昼間来るのはね、なかなかどうかと思いますけど、涼みがてらですね、来るのもいいんじゃないのかなと思いますね。意外とはもうお金かかんないしね、別にブランドものとか買わなければね、ただでこう、酒飲んで、年間年っていうところで楽しめるスポットがあるし、結構綺麗な女の人多いし、夜だともっとそういうのがあるんじゃないのかな、私も家が近いんで、これからも涼みがてら、毎日のように六本木ヒルズにですね来ることに決めました。どうなんでしょうかね、警備員に止められるまでですね、警備員に止められるか警官に止められるまで今年の夏も頑張っていこうと思います。それじゃあまた来週は静岡県のマックシティスタジオの方から生放送でお届けしようと思います。お相手は東雄一郎でした。それじゃあ来週もトークハードで、バイバイ。